今年はスプレセンスでロボット作ってみようと。おロボット部門ってわざわざあるぐらいだから、へ、うん、そのロボット前はね IoT 部門に出したんだけど、うん、今年はロボット部門に私は挑戦しますよ。お、いいですね。ウェルカムノアのビートをアップしました。久々だね、音楽。久々、もう1ヶ月ぶり。最近もう月に1回ぐらいしか作ってない。月は必ず作ってる感じだからね。まあホームメイドガービッチの仕組みシステムレディオ。はい、始まりました。ホームメイドガービッチの仕組みシステムレディオ第67回。はい、始まりました。新年2回目。はい、いやだいぶ正月ボケも、うん、まあ、まだふわっと残りつつだけど、うん、徐々にね、もう日常にすっかり戻ってきましたね、うん、これで子供たちの冬休みが終わればまた、そうだね、普通、うん、通常営業って感じかな。はい、で今日、先週は2023年の振り返りと、うん、2024年の目標だって実施しましたと、うん、はい、だからまあ2024年のに向けてやっていきましょうねってところで、うん、はい、じゃあ進捗ということで2024年一発目ブログは、はい、ガンプラ作った。正月休みに久々にガンプラ作りました。去年めちゃくちゃハマって買いまくって、あのパチ組みした2機のうん、モビルスーツの仕上げを実施しました。ちょっとブランクあったので今回は基本工作をしっかりやって、でまあかっこよく汚してっていうのを目指して仕上げました。はい、とてもかっこいい2体ができました。これも飾ってニヤニヤしたいと思います。全然違うね、こうやって並べて比べると。そうだね、基本、うん、基本あの丁寧にさ、うん、あのやすって、あの艶消しスプレー拭いてとか、うん、本当基本的な工作で随分変わるから楽しい、うん、ね、うん、やっぱなんかディティールアップしていろいろ貼り付けたり、あの線引いたりとかもいいんだけど、それ技術とセンスがないからできないんで、あんまり。ちょっと今回は基本工作で、うんうんうん、すごい重厚感が出てる。でプラスチック感こうやってなくしてあげるだけでも印象変わるから、うん、すごいやっぱ楽しいわ。なんかこの基本工作が楽しいなと思って。なんか基本工作、あのなんだろう、その線引いてあのまま、リアルにメカっぽくするのより、うん、なんかそのつるっとした表面にちょっと影入れるとかさ、おお、まあ、楽しいなと。すごい、しばらくこんな感じでプラモデル楽しんでいこうかなと思ってます。はい、2件目のブログがお母ちゃんかな。あ、はい、スキンケアブログを2023年12月の分を書きました。はい、はい、今月はそうですね、と結構あれですね、なんかトライアルとかも、ミネラルファンテのトライアルとかも試してみましたよみたいなこととか書いてあったりするので、うん、12月のね、はい、12月毎月恒例のスキンケアの12月バージョンの記事でしたと。はい、でさあれですね、 DMA サプリを久々に見ましたね。なんだっけそれ。あ、なんかね、もともとなんか顔が小顔になるっていうサプリで、それで飲み始めたんだけど、うん、どうもなんかね、頭怪しいね。なんかなんだっけな、記憶力が良くなるとか、そういう頭にも効くらしくて、うん、確かに飲むとなんかね、あの考えご、嘘でしょ。いや、ほんとほんと、能率が上がるというか、だから記憶力良かったフェーズあったっけ。いや、だから仕事とかで結構なんかいろんな考えがこう、もうあちこち考えがまとまんないなって時とかに飲むと、それがなんかシュッとまとまりやすくなる感じが、うん、シュッとありますね。まあ、それも飲んでるってことね。うんうん、久々に。へえ、そんな感じでした。はい、はい、4件目がずっと連載しているスプレセンス活用コンテスト前のスプレセンスの研究連載ですね。はい、今回は4脚ロボットを作ってその動作を楽しみました。
で、この連載も次回最終回かなっていうイメージで。おー。あとは、応募作品もだいぶプレゼンスと私の給料はもう完全にゼロとなって今もう一心同体でございますから、ついに応募して、完成させて、うん、応募最終応募となるかなと思っています。ブログ以上です。結構12までかかったから結構次で13かな。まあスプレゼンスでロボット作るって発想今までなかったから、ほんとゼロからお勉強って意味で、去年もこの活用コンテストには出してるんだけど、それは全く違う思想で、前回はあの太陽光だけで動くカメラ出したんで、今回はそのそれはあのスプレゼンスの省エネ、すごく省エネ動作するんで、それを活用した、活用した作品にしたんだけど、今年はスプレゼンスでロボット作ってみようと。おー。ロボット部門ってわざわざあるぐらいだから。へー。うん、そのロボット、前はね、IoT 部門に出したんだけど、うん、今年はロボット部門に私は挑戦しますよ。お、いいですね。はい。じゃあ、ブログはこんなところ。はい。で、お母ちゃんの方で、先週、今年一発目の、ウェルカムノーのビートをアップしました。久々だね、音楽。久々も1ヶ月ぶり、最近も月に1回ぐらいしか作ってない、まあ、月1では必ず作ってる感じだからね。まあそうですね、ウェルカムので1曲できました。ヒップホップトラックはい、はい、そうですね、ちょっとジャッジな感じの、はい、ビートになっております。またジャケも雰囲気カラッと変わりましたね。あーそうだね、油絵、これはフリー素材、うん、いつもよく使ってるピクサベイっていうところで、結構よくここで探すんだけど、いい感じの、あ、ブーストラクトとかいうワードで検索してたらいい感じのハート、多分油絵だと思うんだけど、が出てきて使わせていただいております。素敵でございます。はいはい、ってことで今年2発目かな、いいスタート切れてるかな。まだ俺はちょっとまだ正月ボケが抜けきれないけど、うん、これからギア上げて、で2月はめちゃくちゃ寒くなるだろうしね、さらに、うん、ほんと、まあ、風邪だけひかないようにね。ね、インフルエンザも多分収束していく頃だと思うけど、あ、どうだろうね、ね、まあ、油断なしで、うん、冬休み明けもまたね、あ、そうさ、それが一番危ないんだ、うん、冬休み明けとあと雪祭り、あ、そうだ、が一番危ないから、そこ、ね、十分ケアして、手洗いマスク、やっぱ結局手洗いマスク一番効くね。まあね、なんとなく、うん、マスク結構防御力高いよ。高いね、うん、コロナのね数年前から冬だけマスクしてたのさ、うん、それからねなんか風邪あんまりひかなくなったから、そうだよね、やっぱマスクだったのかと思いつつ ね、 ね、そんなこんなで皆さんもお体にお気をつけください。それではまた来週、はい、さようなら、はい、また来週。